そうそう、出しちゃったよ。木の電柱は貴重だよ、今。ありますね。だけどうち地元の…これは貴重だ、木の電柱は。そうそうそう。どうもね、あそこも。今泉に見せたら2本買ったのびっくりしちゃった。ないけど、2本の電柱ね。カメ、ちっちゃいのさ。3本も腐らないんですか？腐る。腐りますよ。でも根元腐るってことがわかる。あれ今、当たってるのはコンクリートチップだけど。交換地って言ってね、それぞれあるんだけど、こっくり立ちが多いよね。こっちは雪に耐えられなくなっちゃったから。それはそうです。知らない。やっとくんだよ。あ、見てる。完全に置き換えてる。19年生もやる。あともう少し、今年の夏にはいなくなると思う。さよならやらねえ、なんか話おかしいんだよ。なんか引っくるの待ってるよ。待ってるよ。うちのってちょっと遅れてしまう。うちカーブのところに置いてる。そうね、近いです。見たかった。うるせえ、近い。電車代があるんですよ。電車代あるよ。乗ってくるし、暑い時に乗っては2、3号ってるし、あの帰りというと、帰りも2、3号ずっと乗ったりとか、新型帰りとか。いや、面白いんだよ。品川の駅のさ、2、3号あったけど、そこに、ね、そこだろう。痛いって言って、あ、もういいんだ、もういいぞ。一番長いな。
めちゃめちゃ楽しみ。Thank you.
サンダーそうだ。最近のチャルメラインバーター乗っちゃったんだよ。おかしいな、乗って調子がいいな、乗ったらチャルメラインバーター。